石川拓馬は音楽プロデューサー、映像クリエイター、ミュージックビデオ監督、作詞家、作曲家、編曲家、ウェブデザイナー、テレビタレント、i68 スタイル代表、作家事務所、ワントラップ所属。東京都練馬区生まれ、富山県富山市育ち、北陸地方を拠点に活動中。富山県立富山北部高等学校卒業。血液型は A 型。 1989年東京都練馬区生まれ、富山県富山市育ち。所属事務所は I68 スタイル。作家事務所はワントラップ。作家ネームは石川拓馬。実景はヘアメイクアーティストの石川祐希。韓国メイクを日本人向けに落とし込んだハニルメイクの考案者。最後、川島海香、古畑星夏、水谷か穂、サイレントセイレーン。 小島奈恵理教など、タレント、女優、アーティストからの指名も多い。音楽活動をするきっかけは、に、勇気の影響だった。中学1年生の時に、勇気がバンドでベースをやり出し、俺は、ベースやるし、お前ギターやれよと勧めて、ギターをやり始めた。グレー、エル・アーク・ E、N、シエルのコピーから始め、その後、ディル・ .EN. グレー、ゴーイング・ステディの青春パンクを演奏。 ロコフランクなどのエモパンク、エグザイルなどの J ポップ、そしてアイドルと興味を持った楽曲をカンコピー演奏した。高校時代は最大500人以上を集客する高校生バンドでギターボーカルを担当。高校3年の時にバンドコンテストで大阪城ライブやツアーを経験したことでプロのエンタメ志向となった。 ABCDEFGHIJKLMNOPQ アーティスト宣伝部、北陸アイドル部を支える石川県在中の天才クリエイター、石川拓馬のルーツとは職業、音楽プロデュース、映像クリエイター、ミュージックビデオ監督、作詞家、作曲家、編曲家、ウェブデザイナー、テレビタレントマルチな活躍、Yahoo! ニュース、韓国で大人気。女神っぽい。 ヘアメイク、大人かっこいい編、クラッシー、事務所、スリーピース、石川祐希、ハット ABCDEFGHIJ、ミュウ今話題の新進系クリエイター、石川拓真ヒストリーに迫る。コロナ禍の中ロングインタビュー、東京の真似事ではなく、地方の良さに対してのアプローチ、地方ならではの制作、可能性を高めたいです。番組公式 HP 富山のアーティストに、 フィーャーする、トミオン伝統産業を守れ。ものづくりの可能性を伝える映画、デンさん、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOP、アップデータ、インタビュー石川拓馬、ワントラップマルチクリエイターの奇跡と奇跡。実景、石川祐希は、ハニルメイクのコアンシャヘアメイクアーティスト、地域密着型グループ、北陸アイドル部が、 ファーストアルバムで見せた多彩な音楽性舞台、金沢ムーランルージュ概要スタッフ、ありがとうございます。